ン。大変すんな、絶対載せないからな。クズクズっていうのはここが概要欄に載せておきます、ね、概要欄じゃなくてここに載せておきま す, きます、ね、ここに今書いてあると思うんですけど、この写真見てみるもらうと分かると思うんですけど、このクロワッサンがめっちゃ美味しくて編集が大変だよ。すごい編集が大変だよ。前の動画まだ編集残ってるのに写真も一緒に撮ってる。このパン屋さんがもう探し市内にあるんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、クロワッサンが特に美味しいので、それが大好きな高さんが食べに行きたいらしいので食べに行きます。あのそのねパチンコ屋さん、その右に曲がって、そう、いけんねやろ、どう見てもいけんやねえねえ、右のこと左って言ったりするやん、あるやん、わーい、右のげてご注意ください。言うこと一緒でくさ、さて、注射が注射してます。苦手の大の人間亭の注射してます。おいでに、こんな、くすくすに。こちらがクロワッサンです。動画の写真と Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. 商品紹介していきたいと思います。じゃあ、ワンチャンさん、あれにできる。 OK です。 OK です。 これが、ソフトパン屋さん、この中に地球号を読むのが楽しみです。なんか、一品目これし、もう、ソフトタイプ。はい、まずこちら牛肉ゴロゴロみたいなカレーパン、めっちゃこんくらい本当に大きい牛肉が一つ入ってる、一つか二つか入ってます。カレーパン、これあったからじゃん。それでは続いて、ひらしき、でで、ピロシキっていうやつです。ちょっと名前が面白い。ピロシキみたいな。これはちょっとカレーパンに似てるんですけど、ピロシキ中になんか八宝菜みたいな、八宝菜かな、うずらの卵とか白菜とか、八宝菜系が入ってます。食べたことないでしょ。美味しい。美味しかった。美味しくない？上手。あれ？名前ばかりしたら謝るよ。甘って、うまくない？海外の食欲してくる。はい、いただきます。やっぱね、見た目としてはこのね、このカリカリとしたこの表情、表情、表面じゃなくて表面ですね。いただきます。いい音。うまっ。普通のカレーパンでもカリカリだな。
今こういうのはなんかさあれなんだよ、衣がさ部分部分についてる感じ、うん、表面均一じゃなくて、なんか分かる分かる、チラチラバリバリって感じ、なんか部分部分にしっかり衣の塊がついてるから、食べた時にね、ASMR ができる、うん、それ全然重くないよね、そのカレーパン。マジで重くないよ。絶対2つはいけるわ、うん、余裕で。なんかちょ、カレーパン食べてるって感じにならない。多分今、早送りされてるんだろうな、うん、あ、マジで、ブルーって言ってる。うまい。ごさんでよ。この服、汚さないでね、うちの中で。これね。いや、こっちうちのだから。なんでダイヤンだ。まあ、ではここでこのお店で一番おすすめの美味しいクロワッサン紹介したいと思います。こちらが撮影したお写真です。どうぞ。もう一つ紹介、ウェットティッシュクロミちゃんです。何よ、俺がわざとぶっこむしきついた。もうだ、取れってこと、うん、ゴミ取れってこと、取れ取れ、紹介しだした件が、うん、わざとぶっこむしきついた。入ってるじゃん、これお腹いっぱい。もう帰ろっか。今から。次はどこに行きますか。次はなんと、トスプレミアムアウトレットに行きまーす。イエイ。それでは次はプレミアムアウトレット、トスプレミアムアウトレットに行きます。